工学部応用科学科の米山と言います。この動画では中学生高校生の若い皆さんに向けてメッセージを送ります。僕は30数年ほど前から科学を学び始め、今それを生業として家族を養っています。仕事上今は専門科目だけで手一杯ですが、僕も皆さんと同じく中高生の頃は英数国理社と毎日たくさんの教科を勉強しないとならず、本当に大変でした。今からする話は、この5教科のうち、どれが一番大事かという話と、それと関連して、日本人が日本の大学で学ぶことの最大のメリットとは何かという2つの話をします。僕の専門が科学なので、きっと理科の話だろうと思ったかもしれませんが、今からする話は、国語の話です。これからのグローバル社会では、英語が必須だというセリフをよく耳にします。それはもちろんその通りなんですが、日本語が不十分な人が英語できちんとコミュニケーションできるかは疑問ですね。将来英語を使って活躍したいのなら、それこそ正しい日本語のスキルが必要です。日本語という言語だけでなく、その背景にある日本の文化や歴史をきちんと説明できる必要がある。そういった社会科で学ぶような内容も含めて言葉で理解して説明できるようになる。これが国語だと僕は思います。これから皆さんは試験をたくさん受けますが、多くの試験の問題は日本語で質問されます。ですから、日本語を論理的に正確に理解できていないと、どれほど数学的センスに優れていても、日本語で出題された数学の問題には正解できません。もちろん英語で出題されて英語で答える試験もあります。ですが、この先日本語で課される様々な問題にきちんと対処するためには、まず日本語のスキルを優先すべきなのは間違いないんです。僕が高校生の当時ですが、デカルトの方法序説という哲学の本を岩波文庫で買って、電車通学の時間に読んだことがあります。多分高校の先生に勧められたのだと思いますが、我思うゆえにという有名なフレーズが出てくる本です。正直中身はさっぱりで、2回通読してもさっぱりでした。高校生の僕が読んで得たものは何もなかったのかもしれないわけですが、この本を高校生が日本語で読めるということが、日本がとんでもなく恵まれた国である証拠です。方法序説の本は今から400年ほど昔にフランス語で書かれたものですが、たった数百円出せば、これを日本語で読むことができる。翻訳された世界中の著書だけでなく、数多くの日本の著書を日本語で読めるのは、我々日本人に許された特権です。これこそが最大の幸福と言えるでしょう。さてではもう一つの話として、日本の大学で日本人が勉強するにあたって、最も重要なメリットとは何か。これは日本語で書かれた数多くの専門書が、様々な分野でほぼ全て揃っているということです。母国語で書かれた教科書や専門書が存在しないという国は、東南アジアの諸国だけでなく、ヨーロッパにおいてすら小さな国では普通のことです。専門書は一般の書籍と比べても発行部数は少なく、そのため大変高額です。ですが日本で何がすごいのかというと、専門書が日本語で出版されていて、お金を払えばそれを手に入れて読めるという事実です。日本では数学でも科学でも哲学でも、それを母国語で学ぶことがいくらでも可能なんです。日本語で基礎を学び、深く考え理解に至る。これが日本人が日本の大学で学ぶことの最大の利点です。この十数年にわたって日本からはノーベル賞の受賞者が多数選ばれていますが、その重要な要素の一つは母国語で基礎を勉強できる環境がこの国にはあるからだと僕は思います。もちろんある程度高度な専門的内容や最新の研究成果を報告する論文の多くは
少なくとも理系の分野では英語で書かれます。ですから、ある段階で英語のスキルは当然必要になってきます。グローバル化のキーワードが必要になってくるのは、この段階です。でも論文を読み書きするのに必要な英語は、本当に必要になってからでも実は十分に間に合うんです。数多くの著書を日本語で読めることが日本人の最大の幸福だと申しましたが、何より理工系の専門書については、この幸福が究極を極めていると言っても過言ではありません。皆さんは日本語という母国語で、あらゆる分野の学問の基礎をきちんと理解することができる。そのためのお手伝いをする環境を提供しているのが日本の大学なわけです。というわけで、論理的で正しい日本語を国語という教科を通じて学んでほしいということと、そして日本人が日本の大学で学ぶことにどれだけ重要なメリットがあるのかというお話をしました。次は生命環境学部環境科学科の島博之先生です。島先生、よろしくお願いします。